新命記14章、あなた方はあなた方の神、主の子供である。死人のために自分の身に傷つけたり、また額をすり上げたりしてはならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んで、ご自分の民の宝の民とされた。あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は、牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノウヒツジ、およびひずめが分かれ、完全に2つに分かれているもので、反数するものはすべて、食べることができる。反数するもの、またはひずめの分かれたもののうち、ラクダ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらを反数するが、ひずめが分かれていない。それはあなた方には汚れたものである。豚もそうである。ひずめは分かれているが、反数しないからあなた方には汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその舌に触れてはならない。すべて水の中にいるもののうち、次のものをあなた方は食べることができる。すべて、ヒレと鱗のあるものは食べることができる。ヒレと鱗のないものは何も食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。すべては清い鳥は食べることができる。食べてならないものは、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、クロトビ、ハヤブサ、トビの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、ウ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、羽があって群衆するものは、すべてあなた方には汚れたものである。羽のある清いものはどれも食べることができる。あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならない。あなた方の町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのはよい。あるいは外国人に売りなさい。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。子ヤギをその母の地で、父で煮てはならない。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神、主の前で、あなたの穀物や新しい葡萄酒や油の十分の一と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなた方がいつもあなた方の神、主を恐れることを学ぶために。もし道のりがあまりにも遠すぎ、持っていくことができないなら、もしあなたの神、主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神、主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神、主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべての望むものの羊、牛、葡萄酒、強い酒、または何であれ、あなたの願うものに変えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人や、みなしごや山見は来て食べ、満ち足りるであろう。あなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。